どうもサムシネマのサムカーです。今回はですね、現在劇場で公開しておりますホラー映画オクス駅お化けについてお話ししたいと思います。こちらの映画ですね、監督がチョン・ヨンギさん、で脚本がリングなどでおなじみの高橋宏さん、そこに共同脚本でイソヨンさんだったりとか、あと脚本協力という形で、戦慄回帰ファイル怖すぎとか貞子 VS かや子などの白石浩二さんが参加しているということで、イテオンクラスなんかもそうなんですけども、韓国のこう人気ドラマとか映画とかの原作になっていたりとかもする韓国のウェブ漫画、通称ウェブトゥーンと呼ばれているもの、その中で爆発的人気を誇るホラー漫画オクス駅お化けっていうのがあって、まあ、それの映画化ということなんですよね。韓国に実在するオクス駅っていう駅を舞台にしたお話なんですけども、その原作に載っているのはこの映画でいうと本当に冒頭のそのタイトルが出るまでの部分だけなんですよね。駅のそのホームにこう女性がいて、それが人間なのか幽霊なのか分かんないみたいなこう内容らしいんですけど、なので映画本編にあたる部分ですよね。そこは先ほど言いましたように、日本のまあホラー映画といえばということで、まあリングの高橋宏さん、脚本のね、高橋宏さんが膨らませていった部分ということで、韓国の原作をもとに日本のホラーの名手の方が脚本を作っていくということで、日韓合作の J ホラーと K ホラーのハイブリッド作品といった、まあ、そんな感じの映画でございます。でこの映画を見た僕の、まあ、感想としては、ざっくりとした感想としては、まあ、めちゃくちゃ楽しい映画でした。韓国に実在する駅っていうのが舞台っていうところもあるんで、まあ、そこいうところの生々しさもあるんですけども、それ以上に結構出し惜しみっていうものを一切しない、もう怖いものがバンバン出まくるっていう、まあ、ジャンプスケア祭り、まあ、ジャンプスケアっていうのはこうわーっと脅かしてくるタイプ、強い音とか怖い映像とかをバーンって出してくる、こう植物的恐怖みたいなものをね、ジャンプスケアっていうんですけども、とにかくそういうのが一切出し惜しみなくバンバン寝まくるっていうことで、すごく景気のいい映画だったんですよね。なのでこう劇場でも僕と同じ列に座っていた3人組の、お友達で来てるような感じの、お客さんなんかもそのジャンプスケアのたんびにわっわっってなって、で終わった頃にはいや面白かったねみたいな話をしてたりとか、あとは帰りのね、僕新宿ピカデリーで見たね、エスカレーターがね、ずっと長いエスカレーター降りていくわけですけど、あそこでもこういろんなお客さんの感想がね、いやあいつのあの行動許せなくねマジでみたいな感じで、結構作品の内容に対してビビッドに反応していたりとかしてて、すごく映画館のこう空気としても良かったりとかして、まあこういう風にねホラー映画が楽しまれてるっていうのはすごくいいことだななんていう風に、思ったりとかするわけですけども、そしてですね、劇場で売られているこちらパンフレットがですねありまして、お値段880円です。大変読み応えのあるパンフレットでございました。というのもこの作品ですね、原作の漫画が2011年に Webtoon 発表されて、映画の、企画が持ち上がったのが2016年なんですよね。なのでその当時から結構紆余曲折あってこの企画がこの映画完成公開までこぎつけたということで、その間どういう風に作品作りっていうのどういう風にこう変化していったのかって、その変遷が結構細かくいろんなインタビューと、載っていたので、これ一個読めばかなり、作品の成り立ちわかるんじゃないかということで、読み物として本当に、良質なパンフレットでしたので、ぜひね興味ある方はお手に取っていただければなといった感じでございます。でその編成の中でもかなりおーっと思ったのが、現状監督が、韓国のチョン・ヨンギさんという方になっているんですけども、最初は清水崇さん、呪怨などのが、企画参加していたりとかするわけですよ。で最初にその高橋宏さんが品藩ということで実際にこの奥津駅を訪れたんですけど、その時も清水崇さんも同行していてと。でこの清水崇さん監督、脚本高橋宏さんという体制で韓国の映画を作るっていう企画でずっと進んでいたんですよね。結構いろいろこう紆余曲折、企画、まあ資金調達が結構大変でとかっていう中で、清水崇さんもですね、まあ、自分が撮りたい気持ちはいっぱいあるんだけども、こう今すぐ映画化したいっていうその言うのであれば別に僕じゃなくてもいいよっていう風に言ってくれて、まあプロデューサーの方もまあいろんな複合的な判断で監督をまあ別の方に依頼したということで、一応クレジットにも清水崇さんのお名前っていうのは載っているので、でその結構企画がいろいろ持ち上がっていく中でいろんな方向性のお話っていうものが上がってきたんですね。その中にはこう呪われた音楽を聴いた人がどんどん死んでいくっていうお話があったりとか、まあ、その音楽がその列車のチャイムだったみたいな話も他のインタビューでもあるんですけど、それって清水崇監督のこの前の映画みんなの歌ともちょっと通じる話だなみたいな、まあ別にどこがどうパクったとかそういうこと言いたいんじゃなくて、まあそういうところもちょっと共通項があるなっていうことも思ったりとかして、まあそういうのもいろいろまあいろいろある中で結構精査していって今の形になったわけですけど、一応この後ですね、この作品に対して僕がちょっと思ったちょっとネガティブ意見というか、っていうのも一応言うんですけど、そこもこのパンフレットのインタビュー読むと、
まあ、当然のことながら僕がこうしたらもっと面白かったのにななんていうものは作り手も全て織り込み済みだし、一度それもトライしようとはしていたと。なんだけども、まあ、いろんな理由でこの後ちょっと説明しますけども、そうはしなかったということで、まあ、僕なんぞが思いつくことは当然高橋宏さんやね、作り手のプロデューサーの方も当然思いついているということもあって、なのでそこも含めてこうパンフレット読むことでいろいろが腑に落ちたといった感じでございました。その他にもですね、今回のレビューでムービーウォーカーであるとか、怖いっていうサイトの記事インタビューなんかもちょっと引用しますので、ぜひその辺の元記事も概要欄に URL 貼っておくので、ぜひそちらも面白いのでね、読んでいただければなと思います。ということで、この作品の成り立ちについて少しちょっとお話しさせていただきたいんですけども、まず最初にこう高橋宏さんにこのお話が舞い込んできて、で、じゃあシナハンしようということで、実際にこの奥世紀っていうところを訪れたんですね。まあシナリオハンティングですよね、シナハン。この時に清水崇監督もいましたと。で、実際に駅行ってみると、ちょっとこれ日本ではなかなかないことだと思うんですけども、その奥須駅の従業員がここでこういう怖いことがあったんだよって赤裸々に話してくれたり、あとは実際に奥須駅で撮影もしていいよと、で奥須駅って名前も出していいよみたいな、感じで結構ウェルカムな感じだったらしいんですよ。いや、あ、そうなんだということで、まあ、実際その奥須駅お化けっていうその作品の中で起きた回はもちろんフィクションなんですけども、まあ、こういう事故があってね、こういう事故があってねってことは駅員さんがこう結構ガンガン乗り気で喋ってくれたっていうね、そういうこともあったりしたんですけども、現在のその奥須駅のホームにはですね、ホームドアがついてるんですよね。まあ、日本でもだんだんこう広まってると思うんですけども、こう転落防止のためにこうバリアみたいなのがあって、列車が到着して扉が開くとそこも開くみたいな。なのでこの奥須駅お化けの原作にあるようなこう人が転落しちゃうとかっていうのがちょっと描きづらいと、どうしようかっていうところで、まあ実際出来上がった映画、オープニング見ていただいた方にはですね、そのホームドアを使ったまさかの展開っていうのもちょっとあったりとかして、まあ、そんな感じで一応そのオープニングの部分っていうのは処理できたんですけども、まあちょっとこのホームで怖いことが起きるって考えた時にホームドアがあるっていうのはなかなかちょっとネックだなということで、どうしようって悩んだところで、そしたら駅員さんが、その奥須駅の地下には廃駅があるというお話が出てきたんですね。映画をご覧になった方は分かると思うんですけど、基本的にその怪異の元っていうのはその奥須駅の地下にある廃駅が舞台になっていくんですけど、なんとこれ実際にあるんですよ。で、実際撮影自体は、プサン地下鉄1号線でしたっけっていう、まあ、別の駅を使って撮影をされているんですけど、その実際にはその奥須駅の地下の廃駅は使ってはいないんですけど、結構空気感は似ているっていうことで、結構異様な雰囲気があったらしいんです。で、実際にそこを訪れた高橋宏さんがそこの廃駅を撮った写真っていうものがですね、高橋宏さんのブログに載っていますので、ぜひそちらも概要欄に貼っておくので、そちらを見ていただけると、ああなるほどこういう空気感なのねというのがわかると思うんですけど、でしかも奥須駅を作るにあたって結構実際、まあ埋め立てとかが行われて、でマジでその時そこに井戸があったらしいんですよ。この奥須駅おばかでは結構中盤、その奥須駅を作るためにこう埋め立てられ開発されていた場所にはもともと井戸があって、そこで結構悲惨なことが起きたっていうのがこの映画の本編で語られるお話なんですけども、だからね、普通に見てると、ああ高橋宏さんでリングだから井戸なのかなみたいな感じで思われる方多いかもしれないですが、ガチでこの奥須駅の元あった場所には井戸があったということで、別に宏さんはセルフオマージュ的な感じで井戸を出してきたわけじゃなくってことらしいんですけど、ということで地下に実際に廃液がありました、でその元には井戸がありましたっていう事実をもとに、じゃあどういうふうにお話を作っていこうかということで、高橋宏さんがですね、そこで、戦後間もない頃1948年に発覚した東京の新宿の助産院で起きた寿産院事件という、実際の事件をもとにお話を膨らませていったと。まあ、ちょっとその辺もですね、ちょっと多くは語らないんですけど、ぜひ皆さんちょっとね、寿産院事件調べていただけ、僕もこの記事読んで初めてこの事件のことをちょっと不勉強ながら知ったんですけど、あ、そんな怖いことあったんだっていうね。はい。まあ、そんな感じで実際にその奥須駅という土地柄、その実際に廃駅が地下にありますよとか、そこに、もともと井戸とかがあって、そこを埋め立てて作りましたよっていう部分と、日本で実際に起きたすごく、陰惨な事件、寿産院事件っていうものを、モチーフに、高橋宏さんはお話を構築していったわけですよ。したら、最初に上がった脚本っていうのはかなり結構複雑なお話になったらしいんですよね。で、しかもめっちゃ怖いと。
めっちゃ怖いということで。で、韓国の客層的にはちょっとこう、なんていうか、ストレートな分かりやすい、こう、ホラー映画ってものが好まれる傾向があるということで、ちょっともうちょっとこう、シンプルにできないか、みたいなことで、共同脚本のイ・ソヨンさんであるとか、あとは脚本協力に、白石浩二さんの名前が挙がったということなんですね。まあ、そんな感じで、高橋宏さんが書いた元々のクソ怖い、超怖い、お話っていうものをよりこう、交通整理し、シンプルにして、今の形にイ・ソヨンさんと白石浩二さんがこうブラッシュアップしていったといった過程がありましたと。で、高橋宏さん的には、まあもう別の脚本家の手にも渡ったし、監督も、韓国の方が監督するということで、かなり僕の書いた、原型ってものをほぼとどめていない別物になっているんだろうな、っていうふうに思ったらしいんですけど、実際出来上がった映画の見るとですね、その高橋さんが最初にこの現状シナハンから掘り下げた要素ですね、その幽霊の正体とか、呪いのあの根源みたいな部分とか、あとはそのメインキャラクターのそのキャラクター性みたいな部分っていうものはかなり残っていたと。だから高橋さんが築き上げたコアの部分ですね、骨、物語を貫く骨みたいな部分は結構そのまま残っていて、テイストというかそのチューニング的な部分ですね、映画を見たその肌触り的な部分が全体的に整理されたといった感じ、よりシンプルにエンタメ性っていうものに振り切った作品になったといった、そういうブラッシュアップの仕方をしていったといった感じでございますと。なので、結構その、もともと高橋さんが作っていた、すごく陰惨で怖くて、より複雑な謎解き要素もさえあるようなホラー映画っていうものから、よりこう敷居を低くして、エンタメ性とか、アトラクション性ですよね、っていうものにこう、舵を振り切ったことによって、より多くのお客さんにこう広く親しまれる作品になったのかなという見方もできるかなといった感じなんですね。ちょっと僕はそういう言い方をしているのは、僕の好みの問題ではあるんですけど、でちょっとこの映画を見た時に思った部分はまさにそこなんです。そのチューニングこそが僕がちょっとんって思ったところで、まあ本作はそういうこうジャンプスケアによるホラー演出ですよね。こうワッワッってくるタイプの、怖がらせ方が多いということで、まあ、そのライド性アトラクション性っていうものが、強いというか、まあ、そっち方向に全振りしているということで、だからもちろんその良さってものあるし、結構始まってからラストまで本当に息もつく間もないぐらいノンストップで走り抜けるんですよね。だから本当にエンドロール入った時に、うわ、本当にここに怒涛の展開できたなっていうことで、体感本当に5秒と言ってもおかしくないぐらい、本当にそのエネルギーでドーンっていくっていう、そのパワフルさっていうのはやっぱりこの作品の魅力だし、まあ、だからこそめっちゃ楽しいっていう風に思える作品ではあるって、これはもちろん事実ではあるんですけど、僕個人的な好みとしてはですね、まあ、この作品あまりにもテンポが良すぎるがためにですね、ちょっとキャラクターへの感情移入みたいなものはちょっと後退しているんじゃないかなというふうに思っているんですよね。感情移入してる暇がないというか、ジャーナリストが主人公なんですけども、最初はこう自分の保身のためとかお金のためとか、ちょっとバズるネタを探したいということで、この奥須駅の事件っていうものに着手しだすんですよね。なんですけど、まあ次第にその例えば子供たちが地下に埋められていて、そこの子たちが成仏できずに幽霊になっているんだとかっていうものがだんだん分かってきたりとかして、その事件の真相っていうものを目の当たりにしていくことによって、自分の損得ではなくて真のジャーナリズムっていうものに目覚めて、その 利己的なものから利他的な動機へと変化して事件の真相を追っていくっていう方向に、まあ主人公の変化っていうのは一応なっているんですけど、そこがですね、結構序盤中盤終盤なんかこうその揺れが結構見えにくいというか、いつからその主人公の動機っていうものが変化したんだろうっていうものがちょっと分かりにくくなっているんですよね。なので例えばずっと最初は自分の星のためにだけその事件の真相を調べていったものがある、結構重要な、例えば一応物語上結構大切な人が死んでしまうとか展開もあるんですけど、それをもっとこう、あ、この、これ、私のせいでこういう事件が起きたのかとか、人間がこういうことしてきたからこういうことが起きてしまったのかってものを受けて、主人公が結構ちゃんと落ちる瞬間っていうものがあって、そっから、じゃあ、自分の損得を超えて、これを世の中に公表しないといけないんだっていう、その、なんかこう、主人公が変化するきっかけ、こうスイッチする、グンっていう、クライマックスにガッと行く。そのためには一回テンポを落とさないといけないので、そのハイテンポにすることによって、その主人公の波みたいなものがこう、あんまなくなっちゃったっていうことでね。そういう意味で、基本的に
物語はずっとハイテンポでハイテンションなんですけど、それがゆえに主人公のこの感情移入とかドラマ性みたいなものがちょっと薄くなっちゃっているような気はしたんですよね。ただこのテンポの良さで言うと、ちょっとこうネタバレしないように言いますけど、まあ後半主人公が、まあ、結構なピンチな状況に一応陥るわけですよ。え、これどうすんのみたいな。まあちょっとある電話をしながら主人公、え、それって、じゃあ私結構大変じゃんみたいな。本当にピンチ、本当にピンチに陥るんですけど、こう見てるお客さんとしても、え、これどうなんのって思う、この、え、どんなぐらいの時にはもう主人公も反撃に出てるっていう。もう本当ダイジェスト見てるみたいな気分だったんですよね。反撃早と思って。で、その反撃のエネルギーのままエンドロールにドーンっていくんで、おぉハラハラする暇がなかったみたいな。ね、あまりにもちょっとそれテンポ良すぎて、まさかこのまま終わらないよなってちょっと思ってたので、最後にある数字を人に読ませるっていう展開があって、手書きで書いた数字を読ませるんですけど、てっきり俺このまんますんなりいかないだろうと思ってたので、必死に何が起きるんだこの後、何が主人公にさらなるピンチ を及ぼすんだっていうか、いろいろ考えてたんで、数字がね8とか6とか0とか1とか、まあ、要するにこう2とか7とかがないので、ひっくり返しても読めちゃう数字みたいな、なので数字は読ませるんだけど失敗するみたいな、何かこう何があるだろうと思ったら、ないんだっていう気持ち、もうここまで言ったらすがすがしいわみたいなぐらい潔くエントロールにスパーンっていくんでね、まあそれも魅力ではあるんだけど、まあ僕としてはちょっとその物足りなさの一つではあるかなというところは思っていたわけですよ。まあちょっとひねりがあんまないというかね。そうで、そのここで終わんのっていうところで終わるから、結構その帰りのエスカレーターとか話聞いてると、あれ続編あるよね、変なところで終わったもんねみたいな会話も聞こえたんですけど、いや続編があるタイプの変な終わり方ではないというか、まあ言ってみればこういうホラー映画とかこういうジャンルの映画においては、まあこういう終わり方あるよねっていう、ちょっとある意味の宙吊りっぽい終わり方ではあるので、まあ、続編とかってことはないと思う。まあ作りようによってできるのかもしれないですけど、で僕がこのテンポの良さとかアトラクション性っていうものにこう作品がね全振りしたことによって生じた、僕は弊害だと感じている部分っていうのが、まさにその地下の廃液に隠された、まあ、こう真相に関する部分ですよね。この呪いとか怪異の真相の部分、実際にその起きている事件っていうものは、その高橋宏さんが掘り下げた部分ですので、悲惨な事件であるとか、結構闇の深い部分であるとかっていうことで、事件そのものとか真相そのものにはものすごく奥行きのあることっていうのが込められているんですよ。なんですけど、作品のテイストとしてそこがアトラクション性とかジャンプスケアっていうものに終始しているので、あんまりそこがこう掘り下げられない、掘り下げ用のある要素があるのにそこを掘り下げないという感じにはなっています。一応触れはするんですけど、なんかこうもっとじっくりこの成仏できなかった子供たちのその心の悲しみとか苦しみみたいなものに寄り添う、霊の心にもっと寄り添う、それこそ心霊ですよね、心霊的な部分にもっと寄り添うバランス感だったら、もっと怖くてもっと悲しくて映画としてホラー映画としてクオリティの高いものになったんじゃないかなというふうに思うんです。というのは、僕が好きなホラー映画っていうものは もちろんその殺人鬼が出てきてバンバンやる、いわゆるスラッシャー映画って言われる部分ももちろん好きなんですけど、こういった呪いとか悲惨な目に遭った人っていうものが例として出てくるタイプの映画で、いやもちろんリングとかもそうなんですけど、そのもっとこう心の話をしてほしいと思ってしまうんですよね。もっとなんでこんな例になってその人に怖いと思われるほどに悲しい気持ちを背負ってしまったのか、あまりの辛い怖いって感じてる人がいる、そこに恐怖を感じるっていうのが、まあ心霊映画というか、まあ、それは言ってみれば J ホラーなんですよね、きっとね。だから、まあ、この作品が J ホラーと K ホラーのハイブリッド作品だということを思えば、このバランス、実際に出来上がった映画のバランスっていうものは最適解なのかもしれないんですけど、僕の好みとしてはそこをもっと掘り下げて、もう家帰るのもしんどくなるぐらい、もう辛い悲しいと思う気持ちにさせてほしかったっていうのが正直なところではあるんですよ。で、先ほど言ったようにパンフレット読んだら割とその腑に落ちたっていうふうに言ったんですけど、
文字通り今言ったように J ホラーと K ホラーのハイブリッドがゆえにですね、韓国側のそのお金を出すいろんな制作会社とか、あの出資する側の的にちょっとその元々あった高橋宏さんの脚本だとちょっとまあ複雑だし分かりにくいし、ちょっとこれだと売れないからお金は出せないわということで、よりシンプルにこう改良を重ねていって、まあ、資金調達がようやくできて、また予算ながら映画を作れましたよと。で、一応小規模ながらも結構いい成績を韓国で収められまして、この映画はね。ということに行き着いたという、その過程を、まあ、見れば、この作品が実現しうる形っていうものは、今の形がベスト、このバランスがベストだったっていうのも、まあ、わかるんです。で、よりその方が、より多くの人に受け入れられやすい、まあ、いわゆるライトなホラー映画というかね、というものになったということで、もちろん今回の映画の形っていうのは一つの正解だと思うんですけど、だから本当にこうパンフを読んでると、最初その、高橋宏さんが書いた、いわゆる J ホラー的な形っていうものに、プロデューサーもそこにあった怖さっていうものは残したいと思ってたし、その方向で進めたいと思ったけどっていう、韓国のお客さんにとってはちょっと拒否反応が出るレベルで、その恐怖の種類がちょっと、受け入れにくい形だったかもしれないというところもあってね。もちろん日本でもじゃあそれが売れるかって言ったら、まあそれはまあ別問題ですね。ここまで怖いとちょっと怖いというか、そのなんだろうな、怖さの種類がやっぱりそのなんだろうな、伝わりにくいライト層にはっていうね。とかくホラー映画って怖いか怖くないかの二元論で語られがちなところが多いんですよね。こう心霊映画を見に行った時に、うわ全然怖くなかったわで片付けられちゃう。その要するにそれってジャンプスケアとか植物的恐怖ってものが少ない映画だとそう言われがちだったりとかするんですけど、いやむしろそういうジャンプスケア以上に怖いのは幽霊にまでなってしまった人の心なんじゃないか。でそこを丁寧に掘り下げている映画ほど、あなんかあんま怖くなかったわって片付けられがちだったりとかするので、ちょっとね、なんか本当にもうホラー映画と心霊映画っていうもののってもう全く別ジャンルじゃねっていうぐらい機能が違うのでね、まあそこをとやかく言ってもしょうがないのかもしれないんですが、うん、それプラスこの作品の、まあ、テンポがめちゃくちゃいい、テンポ良すぎてちょっとっていうふうに僕は言ったんですけど、それも作り手の方々はもちろん織り込み済みでしたという。最初編集したら100分ぐらいだったのが上映時間が。でそっから、いや、我々、その作り手っていうものはもう結構な年なんだから。で、ターゲットは10代の人たちですよと。早回しとか倍速視聴って、スキップっていうものに慣れている観客なんだから、その人たちが飽きさせないようにどんどんハイテンポにしていきましょうよ。で、自分の、この、年長者の我々の感性っていうものを信じるなと。もっとハイテンポにしてけっていうことで、編集テンポをどんどん上げていったということで、最初100分あったものが一回70分台ぐらいまでいったらしくて、これちょっと話が飛びすぎだということで、現状の80分ぐらいにこう戻したという感じなんですけど、うん、わかるんですよ10代に受けるのはこれぐらいハイテンポな方がいいっていうロジックはわかる。ただそれによってそぎ落とされた映画的情緒っていうものは結構大きいんじゃないかなと僕は思っていて、これ僕よく思うのが、どんな映画も倍速する人はするよなっていうふうに思うんです。うん、なんかよくね、いや、これは倍速視聴されちゃうから、もっと編集テンポを短くしよう、このシーンはカットしようとか、っていうふうに思うっていう戦略自体はもうわかるんですよ。それはわかるし、で、その別にありましたよね、何でしたっけ、早送りで映画を見る人たちで、ごめんなさい、ちょっとタイトルを正式に、ちょっとごめんなさい、ちょっとここに出しますけど、まあ、本で出てましたけど、あそこであるように、もうね、映画の楽しまれ方そのものが変化してきているので、まあ僕は倍速視聴とかしないですけど、する人がいるっていうものを、まあ無理からんというかね、だし、そういうこう倍速とかスキップとかすることがもうデフォになっている世代っていうのがあるっていうのはもちろんわかるんですけど、あまりそこに媚びた映画作りをするのはどうなんでしょうという、先ほど言ったように倍速視聴する人はどんな作品でもするし、スキップする人はするし、しない人はどんな作品でもしないんですよ。だから変にそこにこう媚びるって言い方も良くないけど、そこにアプローチしすぎて本来あったはずの映画の良さみたいなものを殺してしまうのはちょっといかがなものかっていうのはちょっと思いつつも、
まあでもこの作品のあまりのテンポの良さっていうのは、まあ、一つ魅力ではあるかなというふうには思います。はい。まあとはいえちょっといろいろ言ってきましたけど、このお化け屋敷のジェットコースターみたいなあの映画ということで、まあ、一切飽きずに見られるっていうのはね、これは間違いないし、楽しい映画なのは本当に間違いないです。あのもうずっとおこんなこと起きるんだうわーっていうのがとにかく起き続けるので、だしね、実際に来てたお客さんも楽しかったっていう風に帰っているのは事実なので、これはこれとして面白い映画なんだということはね、言っておきたいところではあるんですけど、でさらにですね、これを第1弾として今後も J ホラーと K ホラーのハイブリッド作品っていうものをどんどん作っていこうというふうにこうプロデューサーさんの方も思っているらしいので、今後のホラー映画シーンの潮流っていうものの、まあ、新たなこうトレンドが始まる第一歩というところもあるかもしれないので、ぜひこういった、ね、作品をリアルタイムで劇場で見るというのは意義深いものになる、価値のあるものになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、超楽しい映画であるのは間違いないので、ぜひお友達とかと行くと いいかもしれないですね。はい。ということで、奥世紀お化けおすすめですということで、ちょっと公開から1週間以上経っていてね、押せよってね、ちょっとお叱りも受けそうですけど、ごめんなさい、ちょっと忙しかったもので、はい、ということで、ぜひですね、皆さん奥世紀お化けご覧になったよという方は、ぜひ感想の方、コメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた。